川沿いがね、古い町なので、国の指定を受けた保存地になります。重点県、重要伝統的建造物の保存地ですね。川越市に限っては、ここと同じ、小江戸って言われてます。
バッジのタブレットもらえました。あ、それをもらえました。もらえました。それで、職員のおるとかね、乗ってますので。はい。絶対ついたことないですか？じゃあ、行列ができる、何屋さんと小林さんがありますけど、小林さんは、thank you.
をやってたんで、ね、しまい忘れちゃったんだけど、ここに出てますけど、今日はやってたいと思います。土日だけなんで、ノーキング屋さんなんですけど、かき氷のマップにはもちろんって載ってます。I don't know.